高野さん、あなたはどなたですかという呼びかけなんですが、我々しょっちゅうというか何回かですね、高野さんという方からメールが来るんですね。それで返事しろとかいろんなことを言ってこられるんですが、高野さんというだけではですね、日本人も1億2500万いますので、ね、よくわからないんですが、私のメールアドレスをご存知だってことは、おそらく私がかつ過去にお会いした人かですね、まあ、そういう方なんで関係があるんだと思うんですね。誰からとなくメールアドレスを出してるわけじゃないんでですね、それでこんな風に書いてあるんですね。タイトル、まあ、こういうのいっぱいもう次々と来るんですけれども、なんかお酒を飲んだ時か、それとも気分が高揚した時に一度にドカドカっと来るんですけど、今度来たものはですね、これ10月11日の18時28分、昨日ですね、アイドル政治家武田邦彦さんという題でですね、背景、私は武田先生が NHK やアメリカや中国共産党に対する客観的発信よりもかなり客観的に言いたいのですが、賢明からして武田先生に敵意があることが分かります。でも科学者ならそんなことは無視できますでしょう。科学者が多数にネットを通じて発信するのであれば、なおさら武田先生の大脳皮質にある計算式を理解できる人は山ほどいるでしょう。これはご自身で述べられているのですから、まあ、これずっとあってですね、もう一度聞きましょうかと、なぜあなたはいつから日本よりも偉くなったのですか。こう言うと上げ足、つまらない上げ足を捉えるそうなので、でもまああなた個人に対する質問をしていますから別にいいですよ。でまあこういったことを私が今言ったらですね、多分多くの人は、ああそれは武田先生、そんな人いっぱいいますよと。だからまあそういう人はこう触れるとですね、余計火がつくので、もう騙した方がいいですよと、まあいうふうに言われるのがほとんどなんですよ。で私も今までそうしてきました。しかしですね、僕はまあこの方が高野さんという人が言われるようにですね、まあいろんな訓練を受けてきてますから、まあ大丈夫なんですけど、まあ本当にネットで非難されてそれを苦にして自殺された女子プロレスラーがいましたよね。かわいそうに、本当に若くて。それから韓国なんかでもそういうネットで非難されて、まあ命を絶ったりする人とかですね、それから活動をやめたりする人っていうのは本当後を絶たないんですよ。それで今度ちょっと私これを高野さんっていう方のメールをちょっと音声で紹介してですね、そしてまあこういうブログを書いたんですけども、それは何でかって言ったら、私を攻撃するんだったらまだね、それちょっとまあよく気分も悪いんですけど、まだあれですが、こういう攻撃を若い女性とかね、それから本当にこう人生が辛い時に当たってる人もいるんですよ。そういう時にこういうのが来たら本当に打撃でしょうね。それもブログにわーっと来るんですよね。そうするとやっぱりそれを返す体力もいります、気力もいりますよね。ですからそのこの人は、まず僕が普通に思うにはですね、私の反論が必要であるとか、それから前進させようというんではないような気がするんですね。まあ多少そういう文章もあるんですね、終わりの方では。あなたは貧民に比べれば強者ですよ、 NHK と何ら変わりないと言ってもいいでしょう。私の質問にご回答できる勇気があるなら人のためになりますよ、おそらく、というのはですね、まあちょっと引っ掛けというか、こっちを少し感情を高ぶらせるような表現というのがいっぱいあるんですね。でこういうのは次々と来るんですが、私はね、まずもしも高野さんという方が、まあきちっとしていればって言ったら失礼なんですけど、まあ名前とかそういう身分というか仕事とかそういうのをこう言ってほしいし、僕のメールアドレスをご存知だってことは、どこで私とお会いして例えば名刺を交換したとか、そういう方ですからね、言ってほしいと。それからね、やっぱり僕は少なくともなんか議論するときは議論によって相手を理解できるとか、そういうんじゃないとですね、何か虚しいんですよ。
相手を非難するだけじゃですね、武田邦彦を非難しても何もなりませんよね。日本のためにもならないし、その高野さんのためにもならないし、誰のためにもならない。だからもうちょっと具体的に書いてくれるといいんですね。だから これですとね、何をこういうふうに国民を日本を愚弄していますよっていうことを僕がこの文章から何とか読み取るとしたらですね、国民全体で考えて進んでることを僕が異論を述べるっていうことは、国民全体より武田が偉いと思ってるのかとも読めるんですよ。これ分かりません、きちっと書いてないんでですね、まあ、それは確かにその通りで、民主主義っていうのは国民全体の総意が必要ですから、それでまあ総選挙やったりこういうネットで議論したりするんですね。ただ議論しちゃいけないってことじゃないんですよね。国民の平均値っていうのはある意味では政府がその答えを出すわけですが、政府と反したことを全然言っちゃいけないっていうのは、それは今度憲法に反しますからね。ですから、まあ、自由な議論があるわけですね。それで私今度一番最初に言いましたように、こんなブログをですね出すことを他の人に相談したら絶対反対されるんですよ。これ私一人で判断して出したんです。っていうのはね、本当に苦しんでる人がいるんですよ、僕の身の回りにもいるんです。ですからね、それからこのこういうその人に対して名前もあまり名乗らずに意味もわからず、まあ、いわば日本人としては非常に失礼なやり方なんですね。これは江戸時代のどんな人でもですね、農民でも誰でも、まず自分はどこに住んでるとか、ちょっとご質問があるんですけどつった礼儀をやっぱり守ってやるわけですね。それが日本人だと私は思うんですよ。差別もなく、なんかこう位もなくですね、身分もなく、それでやってきたわけです。で、僕なんかそれの支持者ですからね。だからちょっと悲しいんですよね。その高野さんっていうのは名前から言えばおそらく日本人なんですが、日本語を使っておられるので、まあ、名前と日本語から言って日本人だと思うんですね。それでまあ私もまあ1回か2回だっていいか、たびたびですので、やはり僕はいいんですが、やっぱりこういうことで苦しんでる女の人とか体の弱い人とかね、家庭の事情でまた来たのかっていうような感じをする人って多いと思うんですよ。それから人間っていうのはこういうことをあまりやっちゃいけないですね。僕をバッシングしたなんだ、ファクトチェックイニシアティブというところはですね、代表者が NHK の理事かなんかなんですよ、元の。だから多分意図があると思うんですね。それから私が PCR 検査にはちょっと問題があるんだということに対する調査をした人は、まあアメリカかカナダに住んでおられる女性の方で、それでそれをもとに、まあ、私の大学の方にものすごい攻撃が来たんですが、これはファクトチェックイニシアチブがやったのか分かりません。そう自称してましたけどね。大学も本当困ったんですよ。それで、まあ、今は若い男の人がやってるようですけども、相変わらずなんか私の方には連絡がないんですね。私はまあ何回も呼びかけてて、世の中っていうのは立場によって人によって随分意見が違うんですよ。意見が違うっていうことを認めて紳士的にやっていくっていうのが民主主義っていうもんなんですね。民主主義っていうのはそういうもんなんですよ、もともと。だからこの高野さんみたいな方が多い理由がちょっともう一つわからないんですよね。いや、よくみんなはこう言うんですよ。いや、それは別に武田先生に文句があるわけじゃないんですよって、自分がクサクサするから、クサクサするは腹いせにやってるだけですよとか言う人もいるし、まあいろいろなんですけどね。私ならまだいいけど、本当に若い女の子がそういう非難をして、とても心が病んで自殺しちゃうなんてあまりにかわいそうですよね。今度僕はコロナにかかりましてね、コロナにかかったと言うっつったら、周りの人でだいぶみんな心配してくれました。コロナにかかったなんつったらもう非難する人が多いよ。ただもちろん非難されました。だけど私ね、断固として言ったのはね、やっぱり病気にかかった人は病気にかかりたくてかかったんじゃないんですよね。ですから日本人であればかわいそうに病気にかかっちゃってつって慰める方は捨てもいいんですけど、コロナにかかった人を非難するっていう人がいたんですよ。まあこの頃あんまり聞きませんが、2020年去年なんかいたんですね。
まあ僕はおそらく日本に住んでだから日本人だと思うんですけどね、日本人とはそういう時に同胞として、ああなたはコロナにかかっちゃったのと、それじゃしばらく隔離されるけど頑張ってねと、これがやっぱり日本人ですよ。その点でこの高野さんっていうのがね、どういう心なのか、それでもそれでもいいからちょっとでも聞かせてほしいんですよね。だって高野さんだって人生の時間ですから、まあ僕にこれだけ長いメールを何回もくれるってことは相当な時間も費やしますしね、まあ書いてるうちに腹が立ってきたりなんかしますから、人間ですから。ですからまあこの大脳皮質とか NHK とか東大工学部でしょとか、まあ、いろいろ書いてあるところ見ると相当僕のものはお読みになってるらしいんですよね。それならもう少し具体的に話をしていただいて、自分としてはどういう意図があってつもりがあってこういうことをメールを出すので、まあ、時間があったら、まあ、僕もあの別に、お金もらってるわけでもないし何でもないからその義務はないんですが、まあ、真意が分かればねお互いに理解し合う努力をしたいんですけど、これではちょっとできないし、僕の、まあ、繰り返して言いますけど、今度の僕のこのやり方はですね、1にも2にもこの今までメールで今でもいると思うんですよ、苦しんでる人、そういう人に対してやっぱり救いたいって言うとちょっと傲慢なんですが、やはり苦しまないようにしたいということなんですね。いや、私がこの緑の丘の音楽をかけているのはですね、最近そういうことなんですね。やっぱりこの音楽を聴きますとね、こうなんか人を避難したりなんかするのと全く違う世界がこの音の中に込められているような気がするんですね。まあ、あの山の端に日が沈んで赤く空が染まって、そこに少年がですね夕方になって我が家に帰る、この情景の中にはね、そういう人に対する意地悪だとかなんか激しい非難とかっていうのを感じられませんね。私たちはやっぱり人間としてですね、まあ、この歌が我々に教えてくれるような人生を送らなきゃいけないと私は思っております。